ビーはテレビが大好きだった。テレビは誰かと一緒に見られるのがいい、一緒に笑ったり泣いたりできるのがいいんだっていうのがパピーの口癖。いっつもリリーを隣に座らせるの。困ったパピーだよね。でもリリーはテレビを楽しそうに見てるパピーが大好きだった。それで思ったの、テレビの中からパピーを笑顔にしたいなって。リリーが子役事務所に入るって言ったら、パピーはお仕事辞めてマネージャーになっちゃって、だから現場にはいつもパピーがいてくれたの。その時からリリーは可愛さもお芝居も抜群で、出るドラマ出るドラマ全部マジカルヒット。でもそんなリリーの絶頂期にまさかあんなことが起こるなんて。マサオ、開けんね。お前がおらんと現場が進まんやろ。嫌だ、絶対開けん。大丈夫だ、そこはテレビに映らんけん。そうやってパピーはテレビのリリーばっか見よる。本当のリリーのこと見てくれんやん。ちゃんと見たやろ。足の毛なんてそれはよかさ。マサオが少し大人になった証拠ばい。大人になんかならんもん。いつまでもそがん格好じゃおられんとぞ。リリーはずっとこのままやもん。パピーみたいになりとうない。パピーのバカ。マサオ、今回のドラマもたくさんの人が楽しみに待っとらすよ。開けんね。大人になんかならんもん。昨日のお弁当のひじき？ひげー！マサオ、開けるぞ！マサオ！マサオ！